3節、第2ペテロの4章の3節にはというのは、人々が健全な教えに耳を貸すそうとせず、自分に都合のよいことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分の父のために寄せ集め、4節、真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからです、というふうに聖書も教えてくれていました。多くの間違った考え方が生まれる中で、一つのある異端の話ですが、ある異端の話では、男性が着ているこの、まとい、こう例えばこう何て言うかな、ジャケットみたいなものを、これはエリアのカッパだと言って、このカッパには力がありますよと言って、これは油が注がれているカッパだよと言って、それを渡すような動きやることがあります。でもしかし、それの裏ではその洋服にアイロンなどをかけて、これは油が注がれているよというふうにそそのめかしている働きがあるというふうに聞いています。例えば、油が注がれたバラや飲む前に祈った水などもあり、これは勝利の鍵ですよというふうに言うものもあれば、いろんな間違ったものや嘘をついていることがあることが事実です。また私たちはリバイバルのために戦って、そして前に進んでいかなければいけませんが、いかにも力を見せて、これは神の力だよと言って信じさせていく信仰があることも確かです。私たちの信仰を信じていく中で、神の力だと言ってまずと力を見せる、それは悪霊や悪魔でも起こせるような力もあることが確かです。でもそれが、これは私の力だ、神の力だと言って教え、その人の言うことを信じさせるということがあることも、この日本の中であるのは現実的にあります。そのことについては読みませんが、ヨハネの手紙の第3ヨハネ手紙の1章の3節と4節にはそのようなことが書いてありますので、後で読んでみるといいかと思います。私たちが霊的なもので神様のことを信じていく必要としているのは、先ほど読んだ詩編の一編のところにも書いてありました。しかし私たちの人生というのは、教会の中にいる人、または外にいる人に対しても模範であり、鏡であり、証人、証人となっていくことが必要です。しかし、この日本にもありますが、その世界には占いや呪うもの、そして、例えば木に引用をかけて呪ったりすることがあり、神様から遠く離れた人がいる中で、私たちは神様の言葉に忠実に従って歩んでいくということが必要とされています。霊的なものというものは、神様が、私たちが信じる主がやらせてくださることであって、私たちは何者でもない、ただの塵でしか過ぎないけれども、私たちが神の力を表すときには、神が何であるのか、私たちは神使えているのは誰なのかという証をする必要があります。そして神様に従っていくものというものは、許され、そして許すことができる神様ということを私たちは知っているんです。ある人の中では、神様の祝福だけを受けたい、でも御言葉に明日がない、私は問題に立ちたいけど神様の言葉に明日がないという人がいることも確かです。神様の祝福を受けられますよという言葉というのは、人間、私たちの人がその人、その
その神に近づくということに対して、支える強力なことは確かですが、私たちはその中で救いや真理を伝えていかなければなりません。ただ祝福されますよというだけではなく、その先にある私たちは神の救いや神との関係、そしてさまざまな教えを伝えるのも私たちの必要なことです。というのは、ただ祝福を受けたその時だけのことではなく、私たちには喜びや平安のある生活を送ることができるからです。それにはイエス・キリストという神を知る必要があります。ただ祝福だけを知るんではなく、イエス・キリストという人生をしていく必要があります。今この今日にあるこの問題の中には、人々が神様の言葉を聞きたくないが、私たちの自分の欲求を満足させたいということがあることも確かなんです。しかし神の言葉というのは、富や物だけを満たしてくださる人生ではなく、私たちが生きる次の生活の中に許しを与え、そして悔い改めて素晴らしい人生を歩んでいくというのが神様の教えでもあります。マタイの福音書の10章の38節には、自分の十字架を追って私についてこないのは私にふさわしいものではありませんと、マタイの10章の38にはあります。油注ぎのされたものに対しても間違いがあるものは確かです。聖書によると、油を注がれた油というのは神のために働く、また神の家であり、神様に伝わるこの教会の所有物のものにこう油を注ぐ、または病人のために油を注ぐためにというふうにあります。しかし間違っている人は、じゃあ家や車や食べ物や衣類、動物などにも油を注ぐ方がいらっしゃいます。車はもし私たちが使っているときは、これは私の考えです、ある人から教えてもらったことですが、車は例えば油を注いでしまったとします。私たちは神様のために使うかもしれません。もしそれを売ってしまったら、その油を注がれた車は誰が使うでしょう。衣類や動物なども同じですが、私たちの聖書の教えの中では、そのようなものに油を注ぐという聖書的な裏付けはありません。病の人に油を注ぐというものはもちろんあります。しかし家や車や食べ物に油を注いだということが聖書に書いてあるかといったら、これはないことです。その私たちは油というものは幸運やお守りに変えることはできませんが、神に捧げられたものであることは確かです。なので油を使うときには、その祈りをされた油を使うときには、牧師やそしてそれを知っている方たちに話をして聞いていただき、そして祈っていただく必要があるのではないかと思います。聖書を言いましょう。ヤコブの手紙の5章の14節と15節です。ヤコブの手紙の5章の14節15節、シャークシンパトリキン、そこには、あなた方のうちに病気の人がいますか、その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を助けてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されますと書いてあります。またイエス様の名前を正しく使う必要ももちろんあります。マルコの福音書の16章の17節と18節にあります。マルコの福音書の16章の17節18節、
マルコの16章の17節18節には、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んで決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されますと、マルコの16章の17節18節にはあります。私たちが祈る時というのは、イエスの名前で祈らなければなりません。そしてその名によって悪霊を追い出すこともできます。常に神様に感謝して、イエス様の名によって私たちの要求をしていくということは、神様の聖書の中では教えてくれています。私たちが神様との関係を持つ中で、イエス様が唯一の救い主であり、私たちはその名前を通して救いを得ることができます。また違う教えで、私は預言しますというふうに言う方がいらっしゃいます。私の昔の友人であることがあります。ある方が、結婚したいということを思っていた。そしてあるその時に、ある牧師さんが、あなたは結婚します、何月何日になったら結婚しますというふうに言われました。でもその日に結婚できなかったので、その人は信仰から離れました。多くの説教者の中で、私は予言すると言った時に、その中で私たちはその予言というものが本来の真実であるならば神様から来ることですが、私たちはそれが神から来たものだということを知る必要があります。明らかに予言しますと言った時に、本当に霊的なものというものがあるのも確かですが、でもそれが間違っている予言も確かです。未来を知っているのは神だけなので、もしその予言が確かならば神様から来たものですが、私たちがそれを予言するという時はもしあったならば注意する必要があります。神様の言葉というのは人間を通して行われますが、神から希望が与えられ、そして道を見歩んでいくことを教えてくれるということが確かですが、でもこれは間違った方向へ行ってしまうと、神様の意思を反してしまうことがあるので、これは気をつけなければいけないことです。新命記を読むと、デルトノーミオ新命記の18章の20節から22節、新命記の18章の20節から22節を読みましょう。ベテロの名字を地蔵に道という。ただし私が告げようと命じていないことを、不存にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、その預言者は死ななければならない。あなたが心の中で、私たちは主が言われたのではないことをどうして見上げることができようというような場合は、預言者が主の名によって語っても、そのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不存にもそれを語ったのである、彼を恐れてはならないと教えてくれています。また、異端の中では、怖いものがあります。聖なる焚き火といって、自分の罪を一枚の紙に書いて、それを燃やすことによって、罪は許されるということをやっている方たちもいます。私たちが罪から許されるのは、イエス・キリストの名によって、そしてイエスの流された血潮によって私たちは許されるのであって、これと外れてはどうしてもいけません。でもある働きの中では、そういった働きの中で罪に紙に罪を書いて、それを燃やしたら許されるというような教えがあることも確かです。ここにはちゃんと書いてあります。第一ヨハネの手紙の1章の7節、
Primeira epístola, João 1, 7. 第1章までの1章の7節には、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますと、第1ヨハネの1章の7節には書いてあります。また、ある教えでは、遺伝的に祈られ、遺伝的な呪いがあるというふうに教え方たちもいます。でも、イエス・キリストは全てが新しくなったので、人の人生において、私たちが解放されるに十分な神であることを、まあ、私たちは知っています。私たちがイエス・キリストを信じたように、イエス・キリストを信じる人は、私たちの中に聖霊様が住んでいてくださっている。私たちは、洗礼を受けることによって、生まれ変わることができる新しい人間である。私たちの罪を許してくださるのに、十分な神様です。それも確かに聖書を教えてくれています。それは、ローマの手紙の8章の一節に主を教えてくれています。ローマの8章の一節には、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんというふうに教えてくれています。他の聖書の箇所にも、キリストの内にあるならその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って身を手が新しくなったというふうに教えてくれているところもあります。また他の教えでは、教会に集う必要はないという教えがあるところがあります。でも聖書の中には、神の宮に集うことは幸いなことよというふうに教えてくれているところもあります。今この世の中でインターネットを通してたくさんの説教を聞けるの中で、私の説教を聞けばいい、教会に行く必要はないというふうに教えているところがあります。しかし聖書はしっかりと神の宮に集うことは素晴らしいというふうに教えてくれているので、神の御言葉からするならば、私たちは教会に集うことが必要とされていることも聖書は教えてくれています。他の宗教の中には、神様の言葉から外れ、迷信やこういう他の習慣などを教えているところがあります。異端の教会は確かに広まっていて、その中の指導者という方たちは、ある一定の人たちは自分の欲を満足するためだけの宗教などもしているところも、もちろんあることが現実的なところであります。聖書の中では、この信じている人たちが離れていって他の宗派を作っていくというところが書かれているところももちろんあります。なので聖書のことは、あらゆる面で私たちの人生に本当にフィットした、ジャストしている、正確に私たちのことを教えてくれていて、いろんなことを警戒してくれているのがこの聖書というものです。何千年も前にも書かれた、千年、二千年の前にも書かれた、二千年前以上にも書かれた御言葉でさえ、今の私たちの人生にも同じように教えてくれている。また聖書にはあらゆる警告、こういうことが起こりますよということが聖書には教えてくれています。なのでこの異端がたくさんある、これから増えていくかもしれないの中で、私たちはそれが正しいのか、間違っているのかということを判断するためには、神様の言葉が必要ではないでしょうか。神様の御言葉は真実であり、それは私たちを救いに導き、祝福さ
された人生を歩むことができるように教えてくれています。なので私はこの身を呼ぶであり、私の魂を導き聖なるものとして、そして祝福で素晴らしい恵みで満たしてくださる神様を、その主であるイエス・キリストを知っていくためには、私たちはこの聖書の言葉を学んでいく必要があるのではないでしょうか。そして祈るときにはイエス・キリストの名によって祈っていく、それをこの神がいるんだ、その神様がしてくれるんだという信頼信仰を持って、私たちは祈りをしていく必要があるのではないでしょうか。この世の中にはたくさんの間違った教えがあることが現実的にあります。そしてそれはいかにも正しいかのように私たちのことを惑わせてきます。でも私たちはそれを信じるんではなく、神様の御言葉、この六十六巻の聖書を持って私たちは進んでいき、そして学んでいき、神様のことを知っていくべきではないでしょうか。今日はそのことをお話ししたいところで伝えさせていただきました。それでは祈りを捧げていきます。おいなかがすよ、スピネシなかがすよ、イエスキリスト様、父の神様、どうかが主を心が今日もあなたにあなたであります。私たちは主はあなたのこの御言葉を知ろうとしています。私たちの中でたくさんの教えやたくさんの情報で溢れている中、私たちはそれが正しいもの、間違っていることということを学ぶことができるように、主よ、あなたの御言葉を学んでいく必要があります。主よ、あなたの御言葉は力強く、力があり、私たちに命を与えることができる命のパンであるその御言葉を、私たちは少しでも毎日学んでいく必要があります。主よ、聖書を読むということは難しいと思う時があるかもしれません。しかしでも主よ、あなたは私の中で人生で必要な方であり、あなたは道であり真理であり命である方、この御言葉は私たちの人生の道であり真理であり命です。私たちはその命を必要としています。どうかこの間違った教えに導かれないように、私たちはこの聖書を学び、また一人もこの魂にこの真実である命の言葉を伝えていくことができるように、私たちは神様の御言葉を学ばせてください、教えてください。あなたイエス様の皆によって祈りを捧げることによって、その素晴らしい皆を私たちは賛美し、この素晴らしい皆は命を救うことができる方、どうか主よ、この素晴らしい皆を一人の魂に語りついて、そして伝えていくことができるように私たちのことを用いてください。主よ、失われていく魂に、どうか主よ、私たちのことを使わし、この真実の御言葉を伝えていくことができるように、どうか私のことを用いて働きかけ、今日も私に力を与え、あなたのことを伝えるものとして証し人となっていくことができるように、今日も私に教え力を与えてください。主よ、今日も少しあなたのことを学ぶことができました。引き続き今日のヤマラヤさんのことを祝福して、どうか主よ、あなたのことを学び共に分かち合い、一人多くの魂が救われることができるように、どうか用いてください。どうか主イエス・キリスト様の名を通してお祈りします。それでは主を捧げます。願うは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊様との交わりがあなた方すべてと共に、とこしえまでもいつまでもありますように。アーメン。お願いします。